これ買ったの、こういうなんかね、こうやって使うグッズ買ったんだけどね、電気が流れるのよ。でさ、なんか今日ね届いて、うち嬉しくてね、充電して使おうと思って、そしたらめっちゃ電気が強くて、レベル1なのにね、もうビリ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 してね、一向に当てられんのよ。こんな私が電気に強い中村舞なのに、痛みには強いはずなのに、めっちゃ痛くて、頭皮かと思った。あ、頭皮にも使える、全身に使えるんですよ。そうそうそう、罰ゲームじゃないよ。メイクさんが、そうメイクさんがなんか使ってて、いいよこれって教えてもらって、で使わせてもらって、で私も欲しくなって買ったんですけど、なんかメイクさんが持ってたのよりもはるかに自分のやつが威力が強すぎて、さっきからずっと使ってはいだとかって言って、一向に使えんこれ。え、本当にすごいの。なんかね、ほら見て、もう強そうでしょ、ビリ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 、もうね、光ってる。そう、痛い、これマジで痛い、本当に痛いの。なんか、え、ちょっとこれもうみんなにもやってほしいレベル、ビリビリ会、握手会ならでもビリビリ会、ビリ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 、ガチでもう痛くて美肌になる、みんながみんなビリビリ会へどうぞ、ようこそ、ビリ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 。いや、マックスじゃない、これパワー1だからね。100万ボルト、100万ボルトだよ、もう電流走ってる、いた、うん、ちょっとこれはもう痛くて痛くて、そう、これちょっと買ったのに悩みですね。今これ電源切った、私のね最近のお買い物、最近のお買い物リストです。直接会えるビリビリ会いいじゃないですか。お姉ちゃんに、そう、お姉ちゃんに、お姉ちゃんもこうちょっと触ってみてって言ったら痛いって言ってて、慣れたらいけるんかな。おきちゃんに、おきちゃんに、おきちゃんさ、多分痛みとか弱いからさ、おきちゃん最近ね、なんか私電話しててさ、なんかさ、ほんとおきちゃんって謎なんですよ。なんか電話してて、今からお尻の音を聞かせますで、自分でお尻を叩くんですよ電話で。で、え、もう分かったよみたいな、うん、もういいってば、お尻の音聞かせますほんと、おきちゃんの謎行動、話していいの？いや、おきちゃんのね、なんか謎の話いっぱいあるんだよ。
でもなんか最近すごいお尻に執着してる気がします。だって寝てたら、私がうつ伏せになって寝てたら、今からお尻を奏でますみたいな、お尻叩いてあげるねみたいな、パン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 、なんか私何されよんじゃろうな、なんかうつ伏せになって考えて、もうしかも謎にすごい力が強くて、でなんかさなんかお姉ちゃん、なんかおきちゃんと、そのお姉ちゃん、おきちゃんと電話してるのをお姉ちゃんになんか聞かれてて、なんかお姉ちゃんが私とおきちゃんの会話は親子みたいな会話をしているみたいなそう言われて、そうなんか指摘されたんですよ、そう親子みたい、なんかね、早くお風呂に入んなさいみたいな、どっちが親、私がですよ、早くお風呂に入んなさい、早く入って、お風呂に入って、おきまま、でもおきままになる時もあるんですよね、すごい包容力すごいんで、電車バト、うわちょっと誰ですか、あの平和な、鳩は平和の象徴なんでね、あの喧嘩を起こさないようによろしくお願いしますね、いいですか、おきちゃん配信してる？下手なことは言わんことにしよう。シャワー中に電話するの。そうなったらなんかお風呂の音聞かせるなって怒られました。なんか私がお風呂に入る間暇だからなんか電話したら、そしたらなんかお風呂の音を聞かせるなってうるさいって言われて。でもね、最近なんかね、あの iPhone の声を分離っていう機能があるんですよ。でドライヤーかけながら電話しても声を分離して声しか聞こえないっていうのがあって、そう、それに巡り合ったので、ちょっとこれから声を分離して電話しようと思います。そんなことできるんよ、やってみてください、すごいんよ、声を分離っていう機能があるんですよ、すごくない？だからさ、周りの雑音が一切聞こえずに声だけがあの伝わるんで、マジで伝わりやすいです。その例えば外にいる時でも車の音がうるさかったとしても、でもあの何ですか、声を分離にしてたら声だけ聞こえるから、そうだからなんかね、多分 iPhone のアップデートしてないと使えないかもしれないんですけど、仕事中にゲーセン行っててもバレない、遊ぼうとしてるな確かにいいかも、でもなんか今
今どことか言われてもさ、場所バレんのもよくない？どっちの音が分離？声だけ聞こえるの。雑音とかが全部なくなるの。声しか聞こえないの。めっちゃいいよ。お話し会で使えたら、確かにお話し会でね、なんかそうね、なんか風が強い日とかにさ、外でやったら風の音がすごかったりとかさするから、でもそういう風 の音も全部分離して声しか聞こえないようにしてくれるんですよ。すごくない？なんかすごい機能ですよね。すごい機能。声の調子で分かっちゃうよね。え、どういうこと？遊んでるなとか？こんにちは。今機嫌良さそうだな。うわ、こいつガチャガチャをしておるな。マジですごいいい機能ですよ。ガチャガチャ、私ガチャガチャにもゲームセンターにも行けてないんです。お願いだから新作をまだそのままに置いといてほしい。私がゲームセンターやガチャガチャに行くまでお願いします。全国のゲームセンターとガチャガチャのあの人をよろしくお願いします。まだ置いといてください。無理なんない？姉貴に頼む？ダメなんです。私がやらないと。キープしておきます。ゲームセンターの方ですか？私じゃないとダメなんです。代わりにやっとくねって何なんですか？何なんだよ。ありがとうございます。短冊、七夕の日、七夕のお願い、ガチャをいっぱいしたい。ガチャ回せますように。短冊ありがとう。職員さんもありがとうございます。中村舞です。愛媛県出身です。あ、いいね、この自己紹介やっぱ定期的にせんとね。いや、腰が痛くなってきた。
ありがとうございます。なんだっけ、サイリウム、パジャマかわいい、ありがとう。じゃーん、髪伸びたな。じゃーん、じゃーん、じゃーん、セクシーポーズ。全然セクシーじゃなかったな。マイケルのもうセクシーポーズ。みんなが気を使ってセクシーセクシーだよって。スクショ間に合わなかった。撮るなー、撮るなー、撮るんじゃないー。ありがとうございます。ダメなのか。いや、いいよいいよ別に いいところだけ保存しといてください。お願いします。なんかたまにこんな、なんかすごい目がもうまばたきの途中みたいな写真とか、ね、持ってる人いるかもしれないんですけどそういうの消しといてくださいねよろしくお願いします。半目になっちゃうことも、半目も愛してくれ。ありがとう。ウインクしてですね。ウインクね、あ、そう、なんかいつか、私ウインク本当苦手なんですよ。なんで曲中にウインクするのが結構自分の中では目標で、僕恋公演、僕たちの恋の予感公演っていうので、私たまーにウインクしてたんですけど誰も気づいてないから多分ただのまばたきだったっぽくてウインクしてもね、ウインクにならんないよ。なんかね、え、そうなんよ。え、なんかすごいなって思う。だからさ、なんかゆきりんさんとかさ、音楽番組とかでさ、カメラにパッて抜かれた時にさ、キランってウインクするじゃないですか。はあ、そんなすごすぎると思ってウインクしてたのが、まばたきです。インクね、ちょっとむずい、うん、まっ。でもこうやって眉毛を片方だけ上げるのは得意だよ
分かる、この眉毛がね片方だけハの字とかさ線だったかいなんだけどな。クリボー公園でやろうかな。では目指せ表情筋アップ、こちら目標でやっていきたいと思います。表情筋ね、表情筋すごいと思う。そう、どこら辺でクリボー、やっぱり私ねクリボーのモノマネがあるんですけどね、ちょっとね今日はやめときます。今日はねなんか調子がね出ないのでね ありがとうございます。マリオの、そう、トゥ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 、なんてこった。今何時？あ、49分、あと10分だ。皆さんあと10分になりました、ありがとう。え、ツイッターのドラさんってなんなん。私さ、社国ね携帯でさしといんよショールームだからさ、ツイッター見れん、後で見るわ。明日もね、あのそうですね、一日頑張ります。ファイトありがとう。というか、え、もうだってさ、え、何曜日？明日金曜日や。ファイト、みんなもファイト、ありがとう。5周年の日はね、のど自慢もありますし、前日はカラーズもありますので、はい、もうすぐそこ。移動ヘリ、え、そうだ、私今日も言ったよ、移動ヘリですよねって毎日言ってる多分相当さ私しつこい人だと思われてる。5周年の日は移動ヘリですよね、え、そうですよね、毎日あれ
5周年の日って移動平日ですっけねって毎日毎日言ってる、移動平日でしたっけね。頼む、ヘリハラスメント良くない、ヘリハラ、お腹減ったみたい、ヘリハラ、腹ヘリ。良くないですね。会場に、まあね、オーバーチュアーには間に合うように行きます。はい、オーバーチュアー間に合うかな、間に合うかな。千穂ちゃん、そうそうなんです、あの5周年千穂ちゃん会えるので、まあカラーズもだし、そうそうそう、嬉しい、嬉しいよ本当に。千穂ちゃん、千穂ちゃんがあの一時的になんですけど、ちょっと帰ってきます。千穂ちゃん、あったら何する？触る触ります、ちほちゃんに。おー、ちほちゃん、ちほちゃんだね、実感しようと思います、触って。いいなっていいでしょう。ダメダメダメ、ちょっと仲良くしましょう。私がみんなの代わりにね、触っときますから安心してください。感想、千穂ちゃん、千穂ちゃんの、千穂ちゃんのなんかさ、なんだろう、香り好きなんだよね。あ、すごい、なんかちょっとガチトーンで言ってしまいました。ダメですか、ドン引き。え、ちょっとじゃあ内緒でお願いします。ドン引きとかされないと思うんだけどね。ね、めっちゃそう、もう大好きなんですよ。ふふふふふふ。いつからなんだろうね。気づいたら結構ご飯行くようになって。
とか言ってたら57分になった。すごい。皆さん今日も一日お疲れ様、お疲れ様でした。壇上呼ぼう。カタカナヒデニャンさん、ヒッキーさん、ウーアンさん、ちょっとすごい自分滑舌悪い、ウーアンさん、ありがとうございます。熊吉さん、きなぺこさん、東京のスワンさん、シンジさん、こじこじさん、アーリーさん、プーさんさん、タンタンメンのまさきさん、くまねっぽさん、りょんきゅうさん、ありがとうございます。そして配信を見てくださった皆さん、ありがとう。みんなおやすみよ。お疲れ様、お疲れ様、ありがとう。ただいま58分、もう七夕が終わってしまいます。織姫彦星泣いちゃう。あ、そう、この後は瀬戸チャレぜひ見てください。お疲れ、おやすみ、おやすみなさい。はい、あと1分で終わっちゃいますが、お知らせ、そう、お知らせもあります。なんだろう、何のお知らせだ。おやすみ、おやすみなさい。それでは皆さん、明日も頑張りましょう。1週間、平日最後の金曜日、おやすみ、終わっちゃうよ。キュンキュン。あ、クマでした、クマ。